同じ県内に、義兄一家と義妹一家が住んでいる。義実家も同様だが、義父は、旦那が高校生の時に亡くなっており、義母が一人暮らししている。その義母が70を過ぎて、腰痛のために、これまでのように家事をするのが辛くなってきたらしく、週3日、通いの家政婦をやってくれないかと、私と義兄嫁さんに打診してきた。時間は都合に任せるので、週3回うちに来て、当日と翌日の2日分の昼夜のご飯を作って冷蔵庫に入れ、掃除と洗濯、必要に応じて銀行や郵便局、買い物や通院の補助を頼みたいとのこと。朝ごはんはコーヒーとトーストだけだから自分でやるし、日曜日は出前を取るらしい。やることやったら帰っていいし、時間に関係なく1日1万円出すと言ってた。つまり、月12万ほどのアルバイトになる。そこそこお金持ってる人です。それが法的にどうかはわからないけど、とにかくそんな話があった。ちなみに、義妹は仕事持ちなので、最初から外れてて、私と義兄嫁にだけ話があった。私は不器用だから、2つの家庭の家事の切り盛りなど、無理ってことにしてある。本音は、義母が嫌いなわけじゃないけど、やっぱり、二人っきりは、息が詰まると思ったから。義兄嫁さんは、それまで、スーパーのレジパートを週5でやっていたが、こっちの方が休みが多くて、身入りがいいからと、受けることにしたそうだ。ただ、病院の付き添いだけは、義兄嫁さんが、原付の免許しか持っていないため、私がやることになった。内科が月1回と、整形外科が週2回。私にも、1回5000円くれるって言われたけど、病院の付き添いぐらいでそんなにもらえないし。っていうか、それだけもらってしまったら、逆に息苦しいので断った。いい子ちゃんぶるわけじゃなく、義務になるようで思い。その代わり、病院帰りには、義母と喫茶店巡りするようになって、それはそれで楽しかった。で、そんな生活が2年過ぎて、義母が急死。相続の際、義兄嫁さんが、2年介護したんだから自分にもよこせ。と言い出した。義兄も、そういうわけだから、嫁も相続人に加えてくれ。と言った。私は、思うことはあったけど、部外者なので黙ってた。すると、義妹が、母の日記には、義兄嫁さんが何時に来て何時に帰ったかすべて記録してある。何をやってくれたかも細かく書いてある。正直、これだけで毎月12万支払ってれば、十分すぎるぐらいだ。ボーナスも要求したそうじゃないか。夏冬それぞれ別途で、10万ずつ渡してることも書いてある。その上、さらに遺産をってのは、ちょっとずうずうしすぎませんか。と言った。義妹は、最初の義母の申し出こそ外されていたが、仕事帰りには、定時で帰れるときはいつも、実家に顔を出していたらしい。年寄りの一人暮らしなので、そこはやはり心配だったそうだ。で、顔を出すと、お金払ってる割には、スーパーで買ってきたパック惣菜がぎっしりだったそうだ。義母が頼んだのは、こういうことじゃないと言ったらしいが、一人分なら、この方が経済的だと押し切られたらしい。写メまで撮ってあった。義実家の滞在時間は、1時間もなかったそう。何度か、これで、こんなにお金払うのはどうなのよって進言したらしいが。それでも、姑の一人暮らしに付き合ってくれてるだけでもありがたいんだから、黙ってなって言われていたらしい。母親がそれでいいならと、ずっと黙っておくつもりだったらしいが。相続時に、そういう発言があったために、怒りマックスになってばらしちゃった感じ。義兄夫婦は真っ赤。で、普通に、3人で均等に分けたが、義兄は、長男として、今後の法事等はやるつもりはないというので、そういったことは、夫が引き受ける代わりに縁を切った。義妹も、義兄と縁を切った。